モロッコ側から見たペニョンデベレスデーラ・ゴメラスペイン領北アフリカのチズペニョンデベレスデラ・ゴメラは北アフリカのモロッコ沿岸にあるスペインの領土。スペインがモロッコ領内に抱える軍事的な飛び地の一つである。セウタとメリリアの二つの自治都市、チャファリナス諸島、ペニョンデ・アルセマスと共にプラサスデソベラニアを構成する。 セウタの南東約1 1 7キロメートル、メリラの西約1 2 6キロメートル地点にある。北西から南東にかけて全長4 0 0ル、面積は約19000平方メートル、最高地点は標高87メートルである。ピニョンとはスペイン語で岩を意味する。定住人口は駐屯地に駐留するスペイン軍兵士のみである。 1934年まで島であったが、後に巨大な嵐で膨大な量の砂が流れ込み、大陸と島の間に短く狭い地境が生まれた。これ以後は半島の様相となり、モロッコ沿岸と85メートルの砂の地境でつながっている。この岩だらけの島がスペインに占領されたのは1508年7月23日である。ペドロナバーロ率いるスペイン艦隊が、 島にこもる手強い海賊たちを全滅させたのである。1522年、党の領主であったムーレーム・ハンマドは島を、自らの支柱に収めた。1564年、フェリッペ二世の命令で、カタルーニャ副王であったビリア・フランカ公爵、ガルシア・アルバレス・デトレドは島を奪還した。この時のスペイン勢は93隻のガレー船、60隻の、より小さな船より構成されていた。 これ以降、ペニョンデベレスデラ・ゴメラは、スペインの支配下にある。1921年のスペイン・モロッコ戦争では、中流スペイン軍が強化された。1872年、スペイン国会において、ペニョンデベレスデラ・ゴメラの戦略的価値はないとみなされ、基地の放棄か撤退が提案されたが、実現に至っていない。ありがとうございます。